奥中誠です、今日はなんとなんとちょっともう笑いが止まらない、可愛くて、あの爬虫類のお部屋にお邪魔しました。おかしいな、爬虫類の部屋っていうか、あのラフチャンネルさんのお家にお邪魔しました。非常に狭く申し訳ございません、ラフチャンネルあるんです、よろしくお願いします。お願いします。来ましたね。でもずっと来たかったんです。いつもお世話になってます、ね、いつもあのインスタグラム見させてもらってます。お世話になってます。今日は何を主に見たくて来たんですか。今日は私はもちろんトカゲさん。トカゲさん、もう早速赤松ちゃんは、赤松さんがい、あのしかも赤松さん選ばれしトカゲですよね、上の段にいらっしゃるそういうわけじゃない、そういうわけじゃないんですか。まあでもね、あのだいぶ早い段階からうちに来た子だな。何年目ですか。何年ぐらい経つかな。まあせっかくあの今日は来ていただいたので2本ちょっと動画撮りたいなと思ってて、1本目がメインはトカゲたち、後ろにいるこの子もこちらの子たちも、はい、で2本目が、エビとあとカメとかカエルとかあの餅みたいな。あーもう楽しみです。もうどうしようハマっちゃうかも。もうハマってください。僕そのために YouTube やってるんで、はい、ってな感じでやっていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ早速、はい、1匹目爬虫類こちらです。赤松さん、双子ヒゲトカゲの、はい、赤松ということで、ね、早く餌くれよっていう感じなんで、じゃあ早速ちょっと小松菜を、ありがとうございます。ちょっと高いから下下ろしましょうか。赤松、赤松さん下ろせるんですか。下ろしましょうか。お願いします。はい、赤松ちゃんを下に下ろしました。こんにちは赤松さん。え、かわいい。結構ゴツゴツしてる。結構なんかトゲみたいな、すごいですね。今脱皮中なんですか。ちょっとね、この辺白いところとかは脱皮中ですね。結構ちょっと爪が鋭いから危ないかもしれないですけど、片手出していただいてお腹のとここう持っておいて、これでも上げてみる。ここも温めます。かわいい顔なんですよ。って顔です険しい顔してますけど、これ可愛い顔なんですか、このもちもち食感というかお腹ぽっちゃりしますよね。ごめんね、ちょっと今絶賛脱皮中みたいで、可愛い目のとことかちょっとね、脱皮の顔が、本当だ、脱皮してる。こんな柔らかいんですね。お腹ぽっちゃりしてますね。ぽっちゃり、はい、いる、はい、もういらない。可愛い。爬虫類のこのここって耳なんですか。あ、穴開いてるの、これ耳です。じゃあ聞こえる感じ。あ、聞こえてますよ。ちょっと葉っぱの当てらしなきゃいけませんけど、はい、あ、茎はあんまり好きじゃないんですね。あんまり食べないからです。かわいいちょっとさっきからね、こっちのこの子ちょっと待ってるんですよ、こいつがまた後でちょっとあげましょうか、はい、トゲ松にも、トゲ松にも待ちきれないと。かわいい。双子ヒゲトカゲ、これ大変ですか。いや、まあ、ちょっとあの飼育環境の準備が、大きめのケージとあの紫外線ライトとってちょっとお金若干かかっちゃうんですけど、はい、ご飯ってどれぐらい食べるんですか。朝だいたい朝にこういう野菜とかをちょこっとあげて、あ、でこのぐらいのサイズになると、はい、まあ、3日に1回ちょっと昆虫もあげなきゃいけないんですよ。冷凍コオロギっていうのが売ってて、冷凍されてるんで、まあ、後でちょっとお見せしますけどそれを与えるって感じ。冷凍のコオロギを。あー、いい音。これで咀嚼音のやつやりたいです。 ASR ASMR ASMR ずっと聞ける。かわいい。なんかちょっと懐いてますね。なんかめっちゃ懐いてる気がする。赤松お前、赤松お前、いいな。女性だからって。赤松さん、どちらですか。いや、これメスと思ってたらオスだったんですよっていうびっくりニュースがつい先月ありまして。あ、先月発覚したんですか。発覚したんですよ。あ、すごいすごいすごい。爪がちょっと痛い。すごい、あのカサカサが抜けた。ああ、
こんなカサカサしてるんですね。皮はかなりね。結構カサカサしてる。手の皮も。え、これ自分で剥いであげてもいいんですか？まあ取ってあげてもいいですけど、自分でまあそのうち取るって感じですかね。かわいい。まあそんな感じで、双子ひげとかけさんでした。一匹目は。でした。推しかもしれない。あ、ちょっとお借りください。トゲマツちゃんにも餌を。トゲマツさん。もう欲しくてしょうがない。口元持ってったら食べます。トゲマツさんどうぞ。うわ、やば。そんなに。お腹空いて顔出してくるんですよ。こんなすごいベロが、ちゃんとベロ。茎までしっかり。え、茎も食べます。大丈夫です。かわいい。結構力強いですね。でも餌が欲しがってくるくせに。触ると怒るんですよ、こいつ。プライドが高い。プライド高いんですよ、こいつ。もうおしまいかな。どうした？登れないんだけど、自分じゃ降りれない。かわいい。聞いてみて、ね、今どんな気持ち？今どんな気分？何を考えて生きてるの、トゲマツは。なんかさ、治る。君は何を毎日、その下の階で過ごしてるんだよ。楽しいかい？いらない？もういらないですね。続いてはこの下の段のシュナイダースキンクっていう、まあ、ちょっとまた別のタイプのトカゲですね。この子たちはコオロギを食べるので、冷凍コオロギを解凍してますんで、そちらを。なんかヘビみたいな、ちょっと食感、体がつるっとしたタイプのトカゲ。こちらが、冷凍コオロギです。もう手足がなくて、食べやすい、まあ、正直食べやすくなって、これカルシウム剤をダスティングしてるんで、これをつまんでいただいて、はい、でこの子の口前に持っていくと食べます、はい、どうぞ、はい、あ、でこれ取り合いをしちゃうんで次の子私に、はい、どうぞ。あ、ちょっとごめんね、はい、あ、結構食べるんですね。飼育者っぽい感じであげていただいて、いいんですか、はい、なんか牛飼育者、なんか飼ってるっぽいような雰囲気してますね。結構この子たち食べるんですね。めっちゃ食べますよ。はい、見てください、冷凍コオロギ。え、これ解凍するんですか？解凍します。柔らかいですね、結構、うん、こんな感じなんだ。かわいい。あんま冷たくない、ピピみたい、両手で。え、めっちゃ可愛い。お顔見たい。ちょっと爪が痛かったらいい。あ、全然です。結構鋭いんですよ、こいつ。すごい動きますね。これエジプトに生息しているトカゲですね。エジプト便で日本にやってきたトカゲです。じゃあ、はるばるエビ。エジプトからですね。大丈夫ですよ。たぶん爪が痛いんで僕が預かっておきます。ということで2匹目は、2匹目は何？シュナイダースキンク。シュナイダースキンク。次はレオパさんのコーナーへ、はい、こちらです。何色が好きですか？私でも割と黒目の子で、黒目が好きかもしれないです。そしたら真っ黒じゃないか。本当だ、これも餌くれってピンセットで。じゃあ、あげますよ。もうドヤ顔っすね。お、なんかコオロギから汁が出てきた。はい、あげてください。はい、あ、ごめん、いつもと違うから。他の子見てみましょうか。はい、口元にもう近づけてあげたら食べます。すごい。いらない。ヒョウモントカゲモドキのスーパーマックスノーっていう種類です。かわいい。かわいい顔なんですか。かわいいですね。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。この子は目真っ黒のタイプですね。
私真っ黒の子が好きかもしれないです。でレオパは黄色系か黒かこれ白系って、だいたい系統がちょっとカラー分かれてて、この子は白系のタイプ。白系、そうです。しかもなんかこのベロ結構湿ってるんですね、爬虫。確かにベロはちょっと湿ってるかも。可愛い。どうしたの。他にも、ね、ブラックナイトって言って真っ黒のタイプ。ブラックナイト、すっごっ真っ黒のタイプ。なんか高そう。両手を広げていただいて、このなんかマットな感じ。めっちゃマットですね。高いですか。いやこの子はやっぱり尻尾の黒さとかすごくないですか。かっこいいですもんね。めっちゃ目とかめっちゃかっこいいですよ。すごいかっこいい。鋭い。なんかすごい人気ですね、この種類は。レオパって種類何種類。めっちゃいますよ。ちょっと今何種類ってパッとは言えないですけど、やっぱ遺伝子の掛け合わせで組み合わせでたくさん出るんで。めっちゃ綺麗。今度は黄色タイプ。それはカルサイトっていう種類なんですけど。カルサイト、カルサイトタイプがあって、この子は真っ赤じゃないですけど、こっちは真っ赤な目。あ、本当だ。こっちはちょっと赤いけど全然真っ赤ではないっていう。ちょっと薄い。あ、これ同じ種類です。同じ種類だけどこいつめっちゃバレるな。同じ種類、こっちの方がおとなしい。同じ種類だけど全然ちょっと雰囲気が違う感じ。めっちゃおとなしい。可愛いしか出てこない。目めっちゃ綺麗ですね。その子目綺麗ですね。バンディットっていう。バンディット。バンディットっていう種類のレオパなんですけど、ヒョウモトガリモドキですね。おとなしい子もいればこうやって暴れん坊の子もいる。なんか模様通りな感じする。ね、性格がちゃんとある。可愛い。今見せてたのがヒョウモトガリモドキなんですよ。はい、で似てるけどこれとは違って、西アフリカトカゲモドキっていうのがいるんですけど。はい、それが こちらのコーナー。あ、こっちが西アフリカ、西アフリカとかで、こっちがヒョウモトガモドキ。分かれてるんだ。高級西アフちゃん。ホワイトアウトゴーストっていう、全体的にちょっとこうもやっとした感じ、煙がかったような見た目の、なんかちょっと妖艶な、淡いというか、そうそう、すごい西アフリカとかにいる時です。怖いなこれ。あ、だ普通に掴んでも掴んでいいですか。はい、ちょっとめっちゃ可愛い。おとなしいですね。その西アフはおとなしいですね。全然違うんですね。レオパの方がなんか活発な感じのイメージ。あー、こういう感じの見た目の子もすごい。ちょっと西アフは見た目なんか美味しそうな感じ。確かになんかもちっとして美味しそうな感じの子が。なんか大きさも全然違いますね。こっちはちょっとでかいですね。かなり大きい。めっちゃ可愛いですね、顔っていう子もいれば。めっちゃ可愛い。やばい、めっちゃ可愛い。西アフは人気ですよ。めっちゃ可愛い。で、どうしよう。うちで一番人気の西アフちゃんが、脱皮の動画の時の子です。あ、この子。この子ですね。あの大人気の。大人気のバズピーちゃん。バズリちゃん。安定しちゃってて。手のひらでね。なんだこの幸せ空間は。今まで見せたのって線が入ってないバージョンの子だったんですけど、はい、これは線が入ってる。すごい、こんな線入るんですか、まっすぐに。失礼します。この子、あ、かわいい、かわいい、目大きい、めっちゃ綺麗です。見てください。かなり人気です。すごい可愛い。西アフめっちゃ可愛い。あ、こっち来たの？あとこれオレンジ色のやつとかも。可愛い。私この子可愛いです。西アフリカトカゲの種類としてはパターンレスっていう種類なんです。パターンレス。パターンレスの線が入ってるバージョン。これ入ってないバージョンもいるんですよ。ください。西アフって一つの種類に対して線があるバージョンとないバージョン2種類って。これも同じパターンです。
線入ってるバージョン入ってないバージョンで色合いもちょっとやっぱ暗かったり薄かったりで個体差があって、ちょっと買いたくなりました。買いたくなりました。私西ヤフ買いたいです。これ美味しそうだな。うわ美味しそうな色してません？すんごい色してますねこの子。両手で、はい、美味しそうな色してる。すんごい色してる。尻尾のこのグラデーションとかわかります？すごいグラデーションの色めっちゃ綺麗じゃないですか。すごいですね。なんか本当専門知識です。本当にやっぱさっきのレオパと比べたらおとなしいですよ ね、全然おとなしいです。触りやすい、かわいいな。うちで一番色合い的には奇抜かもしれない子がこいつですよね。この子めっちゃオレンジ、これ同じこれ2匹とも西アフリカトカゲモドキだけど種類が違う。アメラアルビノパターンレスっていうアメルパターンレス、うん、でこの子はホワイトアウトっていう全然な種類が違うんですよ西アフの中でも。西アフちゃん買いたいです。かわいいな。こんな感じですかね、うん、1本目は楽しい。この子20万ぐらいします。めっちゃ高いですこの子。じゃあ一番希少の高い西アフで、西アフで紹介してほしいです。これかな、ちょっとちっちゃいですけど、ま、この子かな。なんだこの子は。オーストオレオパターンレスっていう種類なんですけど、めっちゃ綺麗。なんかこうぼんやり、なんか別名パープルヘイズっていうんですよ別名。なんか紫色の煙っぽいような、なんかこう可愛いですね、うん、赤ちゃんの時から可愛い。オーストオレオパターンレス通称パープルヘイズという。ちなみにおいこれがやっぱ22とか3とかすると思います。買った時は覗いてる感じがめっちゃ可愛いです、ね、みんなこれあのうちで生まれた子たちなんですけど、みんなこう餌もらえる感じです。ありませんだ。うちで生まれた子ですね。餌くれんじゃねえのかっていうのでこうやって可愛い。なんかすごいですね。なんだこの色。ホワイトアウトオレオオーストっていうモルフなんですけど、まあ、ちょっと名前は呪文みたいだからあれなんですけど、めっちゃ綺麗じゃないですか。ちっちゃい尻尾の色とか見てるとこのピンクこれやばいです、めっちゃ綺麗です。ちっちゃいちっちゃい、かわいいちっちゃい赤ちゃん。そう赤ちゃんですね、まあ、めっちゃかわいいですよね。めっちゃかわいいです。飼うのは難しいですか？いやもう全然僕なんか こういうケースで飼えるぐらい、温度だけこの部屋ちょっとあのエアコンで空気と温度の管理してるんですけど、28度とか29度、上の方が29度、ちょっと暑いかなっていう、ちょっと厚めなって感じで、冬場はヒーターつけてる。あそうですよね、はい、じゃあ冬場すごいお金かかりますね。そうですね、電気代やっぱ 2,3 万ぐらいは。おはい、ということで今回はラフチャンネルさんのトカゲ、ヤモリ、ヤモリっていうかね、西ヤフ。あ私どうしよう、もう買いたくなってきたちょっとこの後ペットショップ行ってみようか次第2弾後編がですね。何がされてるんでしたっけ？カエル。あそれやっぱよりもカエル、お餅のカエル、ぷくっとしたカエルをお願いされます、はいはい、ということで次はエビとかカメとかカエルご紹介できたらと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では後編へ続くこれは結構ザ・ヘビみたいな見た目しちゃってるんですけど、色大事かもしれませんネイルが気になるみたい。こっちか、ネイルが気になるんや。こんな懐いてくれるんですね。結構懐きますね、やっぱ哺乳類はさすが